教えて兵庫。おはようございます、アルミカンの高橋と赤坂です。いやー、なんかさ、のどかなとこに来たけど、ここどこ？今日は丹波地域に来てます。おー、丹波地域といえば栗黒豆、それもあるけど、他にもたくさんの美味しいもの、そして楽しいところがあるんですよ。そうなんや。ということで今日は私たち2人が丹波地域を女子旅します。イエーイ、行ってきます。イエーイ、ちょっと待って。ということで女2人旅、まずはどこからスタートするんですか？日本有数の丹波焼きを見に行きます。なんか美味しそうな響きやね。肉焼いてんのかな、魚焼いてんのかな。丹波焼きはね、瀬戸常滑信楽備前越前と並んで日本六古窯の一つとして有名な焼き物やねんで。そうなんや、お邪魔したのは丹波焼きの工房金戸窯。ちょっといい雰囲気やね。すごい素敵。こんにちは。こんにちは。うわ、いろいろある。わわ、こんな感じなんや。わ、めっちゃかっこいいね。土の感じがね、出てる。すごい。あ、でもなんかいろんな色合いがありますね。ね、面白いね。うわ、こんなお皿でお料理出せたらかっこいいよ、ね。なんか美味しくなくても美味しく見えそうやもんね。どういうこと？平安時代末期に生まれた丹波焼き。当初は壺やすり鉢が主流でしたが、今では食器や花瓶など幅広く作られていて、中にはこんな作品も。あ、ちょっと、うん、赤坂さん、うん、ロケ中に寝てたらあかんよ。いや違うわ。ずっと喋ってたやろ。あれ、赤坂さんが3人いる。いや違うわ。お店の主は陶器を焼き続けて35年の清水圭一さん。丹波焼きの魅力についてお伺いしました。伝統的なものもあれば、全然的な新しい、いろんな色使いをする若い作家もたくさんいますので、どんな世代のどんな思考の人が来ていただいても楽しめるものがあるのが、はい、いいところだと思います。陶器のお値段は1000円台で買えるものから10万円を超えるものまで様々。いろいろ値段の差があるんですけど、これは何なんですか？お得中のものと、それから量産品の差なので、もちろんかかってる手間も違うし、重いとかそういうものが違う。数ある作品の中でも清水さんのお気に入りを見せてもらいました。そのお値段なんと55万です。しっかり多分売る気ないねんって。そうなんですか？いやいや、もう買っていただくことが喜んで。なんかどういう気持ちで作られるとか、なんかご主人の作品のコンセプトみたいなのってあるんですか？あの、性格歪んでるので丸くないもん。何やそれ。確かに結構歪んでる。そういうことやったん？これ。いやいや違うでしょ。まさかの思いやんか。びっくりした。ご主人とすっかり仲良くなった2人、焼いている釜を見せていただきました。すごいですね。ちょっと古墳みたいな。確かにね。こちらはのぼり釜と呼ばれる釜で、薪を燃料に焼き上げることで独特の色合いが出るんです。釜の中はこんな感じ。焼き始めると3日間泊まり込んで火を焚き続けることも。自然に灰がかぶったものとか炎の変化がもう作品の肌に出てるような。じゃあもう焼いてみるまでどんな風な色合いになるかとかわからへん。そうですね、まあ、あの何度もこの釜を焼いてますから、ある程度の想像はできますけども、釜出してみないとわからない部分は多いですね。神のみぞ知るようなものがたまに焼ける時がすごい、はい、神のみぞ知るようなものが焼ける。面白いな。すごく深いですね。これぞ伝統工芸。お気に入りの一品を探しに訪ねてみてはいかがでしょうか。女二人旅、次はどちらに？ちょっと美味しいもん食べに行きましょう。次は栗黒豆、栗黒豆だから違うねって。栗黒豆。やってきたのは創業160年を超える老舗料理旅館池富。こちらでいただけるのは今が旬のボタン鍋。
イノシシの肉を並べた時にボタンの花びらのように見えることからボタン鍋と呼ばれているんです。そろそろ良いお時間なんだと思います。わーすごーい。うわめちゃくちゃいい香り。一口、うん、めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます、うん、甘いよ、いただきます。あ、でも柔らかい。あ、うん、あっさりしてるのに油がちゃんとあって柔らかくてスッと入ってきますね、はい、やっぱり新鮮だからこれだけ美味しいんですか。そうなんですよね。あの生肉はどうしてもちょっと鮮度が落ちやすいいうことで、あの豚屋さんも地元、本当の地元ですぐお出しになるとこしかあんまりお出しにならないみたいです。あ、だから、はい、じゃあこれは本当にここに来て食べるべきものですね、はい、買って帰ってっていうのがちょっと対応が難しい。わあ、うまいこと言わはるもん。ここで食べてまうやんか。なんか気になるわ。美味しいからな。ボタン鍋はこの地域ならではの伝統料理。ぜひ一度味わってみてください。わあ、ちょっと見てみて。すごい。うわあ、すごい。めちゃくちゃ大きい恐竜。やってきたのは丹波竜の里公園。なんとこの近くで大型の恐竜の化石が発見されたそうなんです。すげえ、なってるこれ、滑り台が。いや面白い。ちょっと待ってください。何してんの体のものすごい変な顔でしたけど。恐竜やってたんですか。そうや。公園では化石が発見された近くの石を使った化石発掘体験ができるんです。1ヶ月間で60個もの動物などの化石が見つかるんですって。早速2人も挑戦。世紀の大発掘期待していますよ。見えました。この辺に白い線が見えるんですけど。違います。違うかい。石同士のすれた跡ということで、あの恐竜の化石を初めて発掘した人がいるっていうふうに聞いたんですけど、はい、それ、はい、藤原の方になりますね。あ、そうなんですね。あ、すいません、ちょっといいですか、お話。はい。恐竜の化石の第一発見者、村上茂さん。楕円形のものが50センチに刻まれたんですよ。はい、連なってたんですか。はい、そうです。あ、じゃあそれがこう恐竜のどの部分。それは肋骨やったと分かるとんですよ。すごい。こちらがその時発見された1億年前の恐竜の化石。泥が堆積している地層の中に大きなものが飛び出していたんだそうです。発見された恐竜の化石は丹波竜と名付けられました。その現場に案内していただきました。わわわ、すごい。フェンスから撫でてもらった。あ、いるじゃないですか。恐竜が。まさにここですか。そうです、この、まさにね。確かにこの辺りすごく地層がしっかり見えるような感じになってますね。そうです、はっきり見えますね。最初は木炭だと思った時はもう川掘ろうと思ってよく危なかったですね。危なかった。でもそれでここがすごく名所となって、はい、ああいうね恐竜発掘体験とかもそうですするような楽しい場所になっていいですね。そうですね。恐竜の化石発見からまだ12年、今なお知られていない恐竜が眠っているかもしれませんよ。続いて2人がやってきたのは地元のお土産物屋さん。あ、山の芋。こんなんなんや。山の芋。いやー、わー、いろいろちょっとお土産迷うね。黒豆いっぱい。ケーキもいいわ。代表的な冬の味覚、山の芋や黒豆をはじめ美味しいものがたくさん。今丹波篠山市では山の芋を使ったメニューが楽しめるフェアが開催されているんです。あら、何この可愛らしいスイーツは。スイーツ？すりおろした山の芋をバニラアイスに絡めたデザートです。うわー、わー、伸びる。何このトロッとしたアイス。いただきます。お餅みたい。
ひんやりした大福のような感覚。そうですね。ね、私のほっぺよりもちもちしてる。ちょっとよくわからないです。この他にも丹波市内では小豆を使ったデザートが楽しめる丹波大納言小豆ぜんざいフェアが開催されていますので、皆さんぜひお立ち寄りくださいね。さて、旅を満喫したお二人、今日一日どうでしたか？いやー、楽しかったね。もう観光スポットもあるし、美味しいお店もあるし、もう丹波地域最高やね。今の時期ちょっと寒いんちゃうのって思うかもしれへんけど、ホットなスポットがたくさんあるし、何より温かいごちそうがいっぱいありますからね。皆さんもぜひ丹波地域に遊びに来てくださいね。